江南省洛陽市で29日、集中豪雨が発生し、洛陽市地下鉄1号線の上海市場駅で浸水が発生し、駅内は水浸しになりました。洛陽市鉄道交通局は30日、洛陽市地下鉄1号線の上海市場駅は豪雨のため、一時的に運休することを発表しました。洛陽市気象台は29日22時35分に、これから3時間で、西港区、関西区、洛陽区では、50ミリメートル、またはそれ以上の豪雨が予想される、オレンジ色の大雨警報を発表しました。30日未明、洛陽市鉄道交通局は、洛陽地下鉄1号線の上海市場駅が、豪雨のため一時的に運休し、運転の再開時間を改めて通知すると発表しました。ネットユーザーが投稿した動画には、洛陽地下鉄1号線の上海市場駅で、深刻な浸水が発生し、水が天井から降り注ぐ様子が映っています。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.